君も大好き僕も大好きミステリーちゃん、はい、というわけでございまして、国内ミステリーの書評番組ミステリーちゃんの2020年3月号ですね。そうですね、はい、はい、なります。書評家の若林文です。杉山光でございます。3月はですね、はい、僕はこの後今頃ですね、本当は明日締め切りでね、はい、暁印刷というところに同人誌を入稿しなくちゃいけなかったんですよ。同人誌を入稿しなくちゃいけない、いけなかったんですよ、うん、原稿用紙にして約100枚ほどのね、うんうん、東方プロジェクトに創作小説を書いて、うんうん、明日までに入稿しないと、うん、あの落ちちゃう予定だったんですよ、はい、過去形で言ってますけど、はい、あの静岡でやるはずだったね、はい、あの白麗神社例大祭という同人誌頒布会が、はい、飛んでしまいまして、あ、まあそうですね、あの他のありとあらゆる予定がさ、うん、あの飛んでいくわけ、うん、あの例えば僕が、うん、ほらあの月村さん、月村良平さんとやらずだった、はいはい、池袋コミュニティカレッジの公演、はい、あと古田健さんもね、はい、やっ て、それも全部、はい、本当は古田さん今日なんだったんですよ、昨日か、昨日なんです、うん、それも飛んじゃったの。あらら、ありとあらゆるものが飛んでしまい、白麗神社例大祭という1万人ぐらい集まるプロジェクトだけ、うん、なぜか静岡ツインメッセで22日にやるってずっと言い続けてたんですよね、うん、で先週までその予定でやるって言うからさ、うん、準備してたんですよ、うん、編集も依頼して、うん、表紙も依頼して、うん、半分ぐらい書いてるんですけど、うん、一昨日かな、ないというか延期になってしまいまして、そんなわけで3月はすごく暇になったので、皆さんを待たせている締め切りを、いっぱいやっていくそうな、今そこでヒクヒクしてる人がいますけど、すいません、そこにもいます一人。あのね、あのイベント潰れて大変だっていう話はやっぱね、大変だなって思うんですけど、はいはい、あの向こうの、あのこの画面の向こうの皆さん、今言ってる話は商業原稿の締め切りの話ではないんですよ。そうですね、毎度毎度言ってるんですけど、僕は同人誌の締め切りなんですよ。やっぱ同人誌の締め切りというか同人誌を書くために商業原稿を書いてるわけですよ、うん、その印刷紙を捻出するためにやってるわけだから、うーん、どうですか編集者の方々。ちゃんとした目的だと思いますけど、ね、まあまあそんなわけでこれは、はい、あの、その僕の近況報告をする回ではなくて、そうですね、国内の一月に読んだミステリーのうち、気に入った作品を、はい、他で紹介するなかったりしたものを、ここで紹介するという、はい、3冊ずつあげるというね、はい、回なんですけど、はい、じゃあ杉さんの一冊目は、はい、これね多分あんまり他の人読んでないと思うんだ、うん、きっと、うん、読んだってない、ね、読んないと思うんだけど、これは、うん、まあ、いいんだけど、僕これが新刊であること知りませんでした。そうですね、永、はい、瀬翔介、桐島から来た刑事、うん、新刊だったんだ、そうしてしまった、うん、まあ、文庫だ、うん、あのね、これ新刊なの、はい、新刊文庫オリジナルなんですよ、永、瀬さんが、うん、バン、BAN っていうね、うん、雑誌 に、うん、2年前ぐらいまで連載してた小説なんですよ。雑誌連載ね。そうなの。で、バンっていう雑誌を僕は失礼だから存じ上げてないんですけど、うん、何の雑誌なのかな。え、バン。バン。バンじゃない。バンはほらあのロックのね。ロックの。あれじゃない、あれじゃない。あれじゃないよね。うん、バン。あ、バン。バン純三郎のバン。ああ。BAN じゃなくて、バン純三郎の BAN の方のバン。なんでバン純が出てきたのかよくわからないんだけど。バンといえばバン純でしょ。まあ、それはいいんですけど、その連載時のタイトルがね、はいはい、新東京物語っていうんですよ。おお。で、うん、あ、東京物語って小津安二郎のね、映画、ね、映画を想定するでしょ、うん、まさに小津安二郎の、うん、あの映画のようなストーリーなの。え、そうなの、うん、そうなの。元鹿児島県警の小鎌正幸、引退して、退職して、もう63歳になるんですけど、はい、その息子の武志が、警視庁に応職してね、うん、やっぱ刑事なんですよ、うん。それが突然姿をくらまして、うん、いなくなっちゃって、うん、あの警察の同僚も、うん、行方がわからないっていうわけ、うんうん、でその息子が心配で、うん、肥後もっこして、まあ、肥後じゃねえよ、鹿児島の薩摩男児の親父が、うん、薩摩からやってきてですね、なるほど、うん、東京で息子の行方を訪ね歩くって話なんですよ、うん、で途中から奥さんもやってくるので、うん、まさに東京物語そうかそうか、とかお父さんがその東京にやってくる、ね、物語ですもんね、うん、あの映画も。それでその、まあ、東京、まあ、彼はね、30年ぐらい前かな、30年前に一度来たことがあるんだって、うん、だから80年代かの頃に一回来たことがあって、だからもう東京は新宿はよく知っとるとか言うんだけど、うん、まあ、違うわけです、全然ね。うん、で、その、彼の目から見た、東京の、変遷というか変わりようというのを書くというのが一つの目的であって、
まあ、皆さんもよく大好きな藤原新司新宿警察にですね、田舎の刑事という短編がありますけれども、ありました、ありました、はい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 、あれをあの、まあ、退職刑事ですけど、はい、これはね、それをかんあの想像してもらえばいい感じで、こっちには内海っていう、うん、そのまあ、息子はあの どっか所轄署だったと思うんだけど、新宿署かなん か歌舞伎町かなんかの、まあまあ、に勤務してる、まあ制服かなの 警察官なんだけど、内海っていう警視庁のほぼ、まあ、同期ぐらいの、部長刑事がいて、そいつがね、あの、まあ、ちょっとチャラいんですけど、まあ、あの、あれですよ、シティハンターの内海刑事みたいなタイプのやつを見てあげればいいと思うんですけど、まあ、昭和の例えはすいませんね。あの、キャッツアイの方じゃないですか。そうそう、キャッツアイ。シティハンターじゃない、キャッツアイの方ですね。まあ、その内海刑事と肥後もっこすの古賀元警察刑事が一緒になって息子の行方を探す、まあ、あの息子はね、絡んでるのは新宿のそのにそのまあ縄張りのある桐生連合っていう、まあ武闘派のヤクザなんですよ。で、まあ最初から暴対法関係の話なので、ヤクザ絡みの話であるってことは分かってるわけで、まあその新宿のその暴対かあの暴対の、なんやってんのかな、うん、で警察官だから、うん、もしかするとそのヤクザ絡みのことで何かあったんじゃないかって言って探し合うって話なんですね、うんうん、で、まあ、面白いのはね、うん、このやっぱりその小鎌佐伯っていうその、まあ、63歳のね、うん、あの薩摩っ子の刑事なわけですよ、うんうん、これが本当にね、3年で片歩っていう言葉があるんですよ。3年で片歩という、片歩って片方って書くとね、だからこう片方を3年間に一度ピクッとさせるのが男だみたいな、つまり薩摩人の男性の気質みたいなさ、要するに人前であんまりニヤニヤニコニコしたりしないと、そういうふうにいつもこう厳しくあるのが、まあ、男で、しかも正義感が強いのが男でなければならないっていう、その人生観を持ってる お父さんなんですよ。でそれがそのチャラい内海刑事とこうやり取りしながら、うん、あの内海刑事にまたとか冷やかされながら、うん、新宿の街をね、ブラブラ、うん、新宿、まあ、東京中の街をブラブラ、うん、捜査とか聞き込みして歩くっていうのが一つの読みどころで、うん、まあ、途中から出てくる奥さんが、うん、あのね、うん、テレビの刑事くんを見て刑事になりたかった女性なんですよね。ちょっと待って、テレビの刑事くん、大ごめんなさい、大雰囲気ですね。そりゃそうだ、奥さんってさ、63歳の旦那の奥さんなんだからさ、じゃあ桜木健一かっこいいみたいな。そうそう、桜木健一に憧れて刑事になりたかった人なんですよ。刑事になったよ。だからもう30分刑事ドラマシリーズみたいなね。新宿警察も30分でしたから。だからそれの岡本健一に憧れた、うん、奥さんが途中からやってきて、うん、私女性刑事になると夢でしたみたいな人がやってくるんですよ。で、まあ、だから後半からあの夫婦道中ものみたいになるんで、割とね、だからそのなんていうか奥さんのキャラクターもあり、うん、この古賀っていう刑事のキャラクターもありで、あのなんか微笑ましく読めるんですけど、やっぱり熱い男なわけ、うん、その要するに3年で片腕だからさ、ニコリでもしないし、そのヤクザとの会話になるとさ、まあ、すぐ激高しちゃったりするわけですよ、うんうん、まあ、その背景には今これ敵になったヤクザっていう確かノンフィクションがあったと思うんですけど、うん、あの暴対法の改正の結果、うん、5年間、うん、その広域暴力団、暴力団を、うん、の席を外したものでも5年間は敵として認められないって原則があるんですよね、うん、あその銀行の口座を作れないとか、まあ、そういうふうにその、まあ、なんていうか権利を、まあ、制限されるわけだ、うん、それは、まあ、そういうふうになってるわけなんですけど、うん、それもあってなかなか敵、というか真っ当な暮らしに戻れないし、うん、どうしてもヤクザ気質が抜けないっていう男たちに対して、この古賀がね、うん、熱く向かっていくところが読ませどころで、うんうん、おお、これもう平成の小説とは思えないよ。そうだね、なんか、うん、あ平成、まあ、書いたのは平成なわけだ、うん、で出たのは令和なんだけど、うん、昭和の小説だよこれは。昭和の小説って昔こういうのをいっぱい刑事ドラマで見たなっていうね、うん、日テレのね、太陽に吠えろの枠とかね、うん、そういうのでやってたやつですよね。そう、でもやっぱね、チップな感じでしないのは、うん、この古賀という刑事とですね、うん、あの奥さんはね、恵子さんだったかで、そのご夫婦は、うん、永瀬さんのお父さんとお母さんなんだって、モデルが、うんうんうん、その頑固一徹だったお父さんとお母さんをモデルにして、うん、そのお父さんとお母さんが息子のために頑張るっていう小説を書いたらいいんじゃないかって言ったら、うん、編集者がいいっすね、それは東京物語みたいですねって言ったために、うん、タイトルは新東京物語になり、そういうその、うん、なんですかね、おずを思わせるね、うん、またね、途中からその永瀬さんが新宿物語に寄せれてきてですね、うん、またあれだ、
あの小津安っぽいセリフを言うんだこれがまた後半の方になってくるとさ完全に編集者に乗せられちゃってるじゃん。だから なんつうのかな、その年間のベースが入るような作品じゃないと思うんだけど、うん、まあ、あの文庫でね、うん、あの楽しい経営人ものを読みたいなっていう人にぜひお勧めしたいし、うんうんうん、まあ、永瀬さんはねこういうちょっと武骨な感じのね、うん、経営人ものを書くのが、うん、まあ、上手いし、うん、そのまあ、アクションというかね、その、まあ、まあ捨て頃の、ね、アクションを書くのが好きなんですよ、うん、この人は。でだからまあそういう刑事物の、ちょっと心が現れるようなですね、うん、男を主人公にしたものということでちょっとお勧めしたいなと思う次第です、うん、多分文庫オリジナルだということを知らずにですね、うん、皆さんこれはあの単行本の文庫化だと思ってると思うので、うん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 、書評家の方もあまり気にしないと思うんですけど、うん、まあ、僕はたまたまあの永瀬さんの作品ほとんど全部読んでるためにですね、うんうん、知らない小説があると思って読んだら、うん、新東京物語というわけですね、うん、ぜひ見逃してます、はい、お勧めしたいと思います、うん、はい、以上です。はい、じゃあ私の一冊目も警察捜査小説ですね。刑事だ。はい。警察ものだ。はい。岡田秀文さん、うん、戦時大捜査もです、はいはい。あの、岡田さん、こういう連作というか、はい、シリーズですけど、はいはい、そうですね。はい、これはかつての東京創原社から刊行されました、帝都大捜査網という、はいはい、作品の続編になります。なかなか全く見えてないね、これね。ちょっといや、いいよ、いいよ。じゃあ、喋っていいじゃん。ずらしてる。で、ちょっと帝都大捜査網のおさらいするんですけれど、はい、これはの1930年代の警視庁に創設された特別捜査隊という、警察組織の面々をの活躍を描いた作品でした。で、1933年にですね、当時、非常に未解決事件や凶悪犯罪が増えていたために、うん、警視庁がその科学的捜査をもっと推進するための組織を作ろうということで、はい、創設されたのはこの警視庁特別捜査隊でした。はい、で、前作のですね、帝都大捜査網はどんな話かというと、1936年、要は盧溝橋事件の前年ですね、に、帝都内で、連続殺傷事件、ああ、そうだったね、殺人事件が起こるんですけど、ね、ちょっと奇妙な犯罪でして、うん、死体が一個一個見つかるに従って刺し傷が一個一個減ってくんですよね、うん、これは一体何なんだっていうところで、この警視庁特別捜査隊がこの凶悪犯罪に立ち向かうというのが、帝都大捜査網という、ああ、そうでした、内容でございました、うん、評判良かったですね。非常に評判良かったんです。警察捜査小説ものとしても もちろんなんですけれど、うん、途中からあるとんでもない要素が入ってきてですね、非常にプロットのその曲がり具合というのが、はいはい、非常に評価された作品でした。僕も何年か前のイベントでも取り上げたんですけど、うん、はい、でその第2作なんですけど、実はですね、このタイトルにある戦時というところから分かる通り、1936年からさらに8年後、1944年に舞台はもう移り変わってしまうんですね、うんうん、で皆さん当然ご存じの通り、1944年というのはもうすでに太平洋戦争が始まっているどころか、うん、かなりこう末期も末期の状況になっています。で、警視庁特別捜査隊もですね、その戦争の煽りを受けてだいぶ前作とはガラッと違ったあの姿になってしまっています。で当時ですね、帝都大捜査網の時は、捜査員が数十名を超える結構大所帯だったんですね、タイというのが、うんうん、結構もうなんだ1個小隊ぐらいの人数いるんじゃないかなっていう大規模だったんですけれど、戦争が始まってからですね、当然軍港湾とかそういった防衛とか国内のこっちが公安とか治安を守る方に、まあそうだよね、警察の予算というのは割かれてしまったために、まあ、そうなるんだよ、はい、1944年のこの12月、11月、12月の年末の時点では警視庁特別捜査隊5人に減らされちゃってるんですよ、なんとそんな減ったんだ、うん、だいぶ人数削減だよね、うんうんうん、でしかもですね、この5人に入ってる中のメンバーというのも当時 の特捜部の特捜隊の生え抜きの、人間というのがほとんどいない状態 でほぼ隊長の戦国のみ、うん、あと1名大ベテランの刑事がいるぐらいで、他の部隊から引っ張ってきた人間とかがいるんですよ、要はまだまだその捜査員としては素人人間の中にいる、なるほど、例えば警視庁の音楽隊のでトランペット吹いてたやつみたいなのが5人の中のメンバーに入ってくるんですよ、うん、でかつてその肝煎りと言われていた特別捜査隊がギュッとこう縮小されて弱体化してしまった、うん、なるほど、というところがまず始まるんですよ。なるほど。そのトランペットのやつのあだ名はブラバンだね。だから太陽に放浪じゃない。そうです。これもあだ名つけたけど。はい。はい、で、このですね、縮小された、特別捜査隊、今度はどんな事件に、はい、巻き込まれたか、立ち向かうと言いますと、帝都内でですね、丸刈りの国民服を着た丸刈りの、うん、人物の死体が発見されるんですよ。うん、で、丸刈り国民服だったら、これ男性だと思うじゃないですか。そうだね。ところがですね、検視してみると
なんとびっくり、これ女性だった。お、うん、しかもですね、死体はここからこの腹の部分のところがバサッと裂かれていて、うん、非常になんかこう猟奇的な殺害のされ方をしていたと、うん、で捜査を進めていくうちですね、2番目の事件も発生して、うん、それも全く同じような形で腹がバサッと裂かれている状態。今度はそういう思考なんですね、はいはいはい、うん、っていう形でまた同じような、あのもしかしたらこれは連続殺人かもしれないということで、隊長の戦国のみ、少ない人員の、特捜隊がまた帝都を駆けずり回るんですけれど、はい、この作品のポイントはですね、自分捜査よりも自分たちの命や命を守ることが優先される、要は捜査が優先されない世界で、忍者部隊で行こうか、そう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 謎解きを彼らはしなければいけないということですね。で先ほど言った通り、警察組織としても当然公安とかの方が重要なんで、そうですね、そっちの方にこう力を注ぐわけです。その通りです。しかもですね、1944年になりますと、うん、当然都内も空襲が頻繁に起こるわけです。そうだよね。そう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 。うん、で象徴的な場面がですね、一番最初に死体を発見して刑事が現場に駆けつけますよね、うんうん、でその次に鑑識が来るはずなんですけど、うん、鑑識が30分以上経っても来ないんですよ。なるほど。で彼らは何してるのかっていうと、実は前日の空襲で空襲を負ってしまって怪我をしてしまった人たちの手当てとかそういったのに回されているんで、まあ大事だよね、そうそうそう、ね、現場に行けませんでしたっていう形で、そもそも捜査にいろんな支障が来てしまってくると。で当然刑事たちも空襲のサイレンが鳴る中で捜査しなければいけないんで、少しそれと怯えながらこの帝都内を駆け巡らなきゃいけないというふうな状況なんですね。でこういったですね、戦時下あるいは異常事態下で、捜査小説を書くっていうことは、通常のストレートなこう捜査のこうものを淡々と追うところにかなりこう曲がりくねったプロットを持ち込むことができるんですね。そうですね、はい、例えばですね、海外の小説とかだと、エイドリアン・マッティンティという作家が刑事ショーン・ダフィーシリーズを書いてるじゃないですか、はいはいはい、あれってアイルランドの1980年代のアイルランドでいろんなテロ組織がこう ひしめき合う中で、うん、刑事たちはその捜査よりも自分の車の下にテロリストが爆弾仕掛けないだとか、うん、いつテロリストが襲ってくるんじゃないかなっていう、うん、そういう不安と戦いつつ捜査をしなければいけないっていうところが一つポイントになってるんです、はい、あれと同じような感覚でですね、その捜査がいろんな非常事態によって侵害されなければいけないっていうところで、うん、彼らは正義を通せるかというところが一つポイントになります。なるほど。で2番目のポイントはですね、この戦国というですね、隊長もかつてですね、親友がいたんですけれど、うん、軍人の親友とですね、いろいろ会話をしていく中で、自分がどうして警察組織、軍隊ではなくて警察組織を選んだかっていうのが前半に書かれるわけなんですね、うん、でそれは一人国民全体の治安や守るよりも一つの事件を熱心に追っていって、それを解決することによって人々の平和を守ることが自分の使命なんだっていうのが彼にあるわけです、うん、で先ほども言った通り、公安とかあるいは国全体がこう守るとか、国防のためっていうところが全てもう優先されてしまっている中で、うん、この戦国が果たしてそのプライド、自分の刑事としてのプライドを守るかどうかっていうのが、うん、どん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 後半になるにしたがって、うんうん、描かれるわけなんです、ね、なるほど。でもう一つ、1944年11月か12月かぐらいにこの話って書かれるわけなんです、うんうん、で大体ですね、皆さん日本史を習ってる方でなくてもそうでない方でも、これからどん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 もっと戦況が悪くなっていって、ね、もっと大変なことがわかるっていうのがだいぶ想像されるわけじゃないですか、うんうん、それをですね念頭に置いて、うん、読んでいただくと、その設定がですね、この戦国のプライドの問題ですとか、あるいはミステリーとしてのプロットにも大きく影響されて、うんうん、そこがすごくもうプロットとして曲がってきて、で捜査小説としてもものすごい盛り上がりを見せる場面があるんですね、うんうん、なのでちょっとですね、日本史にの流れというのをちょっと頭に入れて読みながらすると非常に楽しめる警察小説になっています、うん、なるほどね、はい、そのまさにこの15年戦争というものについて、はい、基礎的な知識があると、そうですね、何もなくて読めるよりも楽しいというか、はい、興味深く読めるということですね。それはでも大事なことだよね、うん、昭和史のね、我々の一番近い戦争の話だからね、うん、
それを織り込んだ上で物語を作るって大変志が高いことで、うん、まあ、いい小説なんじゃないかなと思います、ね、うん、はい、であとは前作、さっき僕前作の帝都大捜査門の、うん、プロットの曲がり具合って言ったんですけど、うん、ある意味で前作ってものすごい飛び道具的なことをやったわけなんですね。そうでしたね、うん、でそれがですね、ちょっと評価の分からめになってたなっていう部分もあります。あれが、うん、OK だっていう人も、あ、全然面白いよっていう人もいれば、ちょっとこれかって思う方もいらっしゃったと思うんですね。ただ2作目に関してはかなりストレートな警察調査小説になっているので、うん、さっき言ったその空襲が起こったりとか、あるいは公安とかそういう問題が起こってひん曲がるんですけれど、結果的に最後の最後まで非常に正当的な警察調査小説になっているので、うん、まあ、そういうのがお好きな方は今回は全然第2作の方が好みという方もいらっしゃると思います、はい、というわけで、千字大捜査も岡田秀樹さんでした。はい、というわけで久しぶりでした。